6月9日は、グレゴリオ歴で年始から160日目にあたり、年末まで、あと205日ある。ドゥッチョディ・ブオニンセーニャーの壁が、マエスタ公開ウィーン議定書締結。ウィーン大戦始まるチャールズ・キングスフォード、スミス、アメリカからオーストラリアまでの太平洋横断飛行に、成功ラーマ旧世大国王に即位第三次中東戦争、イスラエルが、 ゴラン高原を占拠モスクワロシアのツァーリ、ヒョードル3世誕生。初代ロシア皇帝、ピョートル1世誕生ジョージス・チーブンソン海王星、発見者の一人、天文学者、ヨハンゴットフリートガレ作曲家、カール・ニールセン誕生。木管五重奏曲作品43より第一、学章を聞く、動力機による、日本初の飛行に成功した、軍人。 日の熊蔵ギタリスト、レスポール。エレキギター、ギブソン・レスポールの生みの親 SF 作家、ジョーホールドマン。代表作、終わりなき戦いローマ皇帝、ネロ自殺。画像は、ネロの進化シエナ派の画家アンブロージョ・ロレンゼッティボツ。画像は、前世の効果作家チャールズ・ディケンズ・ボツ。ムザニエで知られた浮世絵師、月岡吉俊ボツ作家アリシマ・タケ軽井沢の上月層で。 石真珠魔術的リアリズムの作家ミゲル・アンヘル・アストリアス世界初のノーベル経済学賞を受賞。ヤン・ティンバーゲン・ロックの日。画像はアイアン・レーデンのコンサート。ありがとうございます。